長谷川博から1839年1月5日は、江戸時代末期の数学者、和三家。江戸出身で、郷和西、ごく沖縄である。1830年に和山の書法から丁寧に表した、読集書であり、明治時代に和山の教科書として使われた、三方新書が、主書として知られる。また長谷川派の創始者だが広は生涯。 子供がおらず弟子の長谷川博を養子として育てた。1782年に江戸に生まれ、少年時代は麻布で鍛冶屋を営んでいた。赤流の数学者であった草川誠の弟子になり、数学を学んだ。貧しい生活を送っていたが、後に勘が受け持つ塾に、数学道場と名付けた。数学道場は、弟子の数も多く、当時では盛んであった。は当初、 石流だったが晩年には石流ではなくなり、破門されたという伝説があるが、定かではない。広氏は変形術と極形術の創始者とされ、1820年に三方変形指南を表した後に弟子の福田帝信に編纂される。1836年頃には三方極形指南を表したが、三方極形指南もまた弟子の秋田義和に編纂されている。 三宝新書、2012年9月26日閲覧。数学者の千葉種秀が、主に編集しており、広氏は監修で、種秀の著書としても紹介される。養子になった後は二世、長谷川全左衛門、全左衛門広氏とも名乗った。AB ・矢が小吉、中村聖太郎、三村幸男、湯川秀樹、万有百科大辞典十六物理、数学、愛が哲夫、 小学館日本大百科全書初版438ページありがとうございます。